皆さん、こんにちは。タカラジェンヌがマンションの18階から飛び降り自殺したという事件が2023年9月30日に報道されました。亡くなったのは宝塚歌劇団の空組に所属する有谷キイさん。自殺の原因については宝塚内でのいじめだと考えられています。宝塚歌劇団では上級生によるいじめがあり、有谷キイさんはヘアアイロンで額を火傷させられたなどと報じられていました。しかし宝塚歌劇団側は今回の件でいじめの報道は事実無根であり、訂正記事を掲載しないのであればそれ相応の対応を行うと発表していました。一体宝塚で何が起こっているのでしょうか。今回はそんな宝塚歌劇団で起こった一人の女性を死に追いやった事件についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。9月30日兵庫県宝塚市のマンションの敷地で住人の女性が倒れて死亡しているのが見つかり、その女性は宝塚歌劇団の生徒だと報じられました。着衣に乱れや事件性をうかがわせる傷がなかったため、18階建て高層マンションの最上階から身を投げ自殺を図ったとみられています。駆けつけた捜査員が18階を調べたところ、通路に彼女の所持品と思われるビニール製の手提げカバンを発見し、身元が判明したとのことです。女性は現役タカラジェンヌ宝塚歌劇団の空組に所属する有谷キイさんでした。まだ25歳という若さでした。有谷さんは亡くなる前日、母親宛てに28日夜にはマンションから飛び降りることを決めていた、精神的に崩壊しているとメッセージを送っていました。自殺の原因としていじめ問題が挙げられています。というのも2023年2月週刊文春に宝塚歌劇団の先輩からいじめを受けていると報道されていたからです。週刊誌の報道で有谷キイさんに対していじめを行っていたとされているのは空組の天井ミネリさんです。週刊誌では舞台での前髪の作り方を教えてあげると言って高温のヘアアイロンを有谷キイさんの額に押し付け火傷を負わせたと書いてありました。この火傷を負わせる事件が起こったのは2021年7月20日の新人公演の直前のことでした。有谷さんはこの日前髪の作り方を教えてあげると天井さんに言われ、高温のヘアアイロンを額に押し付けたんだそうです。有谷さんはショックを受け、新人公演の時はギリギリの精神状態で出演しました。この事件は有谷さんが親族に相談し、親族が怒ってプロデューサーに話したことで劇団が知ることになったそうですが、有谷さんは泣きながら天井さんが怖いから大事にしたくないと訴え、さらに天井さんは私そんなことしませんと事実無根を主張したため、宝塚側も事件はなかったものとして蓋をされたのだそうです。これが事実であればいじめというよりももはや暴行ですよね。しかしこの記事はある人物によって事実とは異なるということが主張されています。この記事を文春のでっち上げたデマだと訴えているのが元文春の記者椎名麗さん。9月30日に有谷さんが亡くなったという報道を受け、この椎名さんという方が X 旧 Twitter で理由はいじめではなく文春のデマ記事と主張したのです。椎名さんはまつげホットビューラーがなぜヘアアイロンになるの、それも上級生メイク指導の時にまつげが少し傷んただけ、初めて使う道具だったから加減がわからないのは仕方ない、それをいじめというの、昨年11月にネットにまつげビューラーのことは落ちてたけどそれをヘアアイロンで火傷させたと週刊文春がでっち上げ、湾曲して文春にリークした人の話プラスして真相も確認せずに、アホか軽記者は自ら命を絶った、彼女は上級生に迷惑かけた、自分が文春にリークしたと周りが思っているのではと悩んでいたらしい。下手な憶測のマスコミ報道減らしたいからお伝えします。彼女の死はいじめによるものではなく
明らかに文春の裏取り甘い誇張記事が原因。文春が記事化かなければ彼女は今日も舞台に立っていたはずと X に投稿。週刊文春に報じられていた内容はかなり過剰に書かれており、まつげホットビューラー、ヘアアイロン、まつげが少し傷んだ、額にやけどなどリークした人物の話を勝手に持って記事にしたと主張します。そしてそれによってアリア・キーさんは上級生に迷惑をかけたと思い、リークしたのが自分だと思われているという思いで悩んでいたということです。しかしよく調べてみると椎名さんは今回いじめの加害者とされている天色さんと顔見知りだそうで、いじめはないという話をミネリちゃん本人に聞いたと主張しているのです。もし椎名さんがよほどの妄想癖でもない限りは、ここまではっきり言い切る以上は天色ミネリさんとお友達なのだと思います。椎名さんの主張では天色ミネリさん本人からいじめをしていないと聞いたそうですが、いじめていた人がわざわざ私がやりましたと認めるはずないですよね。椎名さんは本人から聞いた、いじめていないと SNS で拡散しているようですが、加害者と言われている本人が言っている言葉をただまるっと鵜呑みにして、それだけで本当に天色さんではないと言えるのでしょうか。天色さんが友達を利用して事実をもみ消そうとしているということは考えられないでしょうか。ちなみにいじめの加害者とされている天色ミネリさんについて調べてみたところ、天色さんのいじめは事実性の高そうなものが多く確認されました。娘役2位の天色さんがアリアさんに悪意を持ったきっかけは先輩から可愛がられていたからで、天色さんのサイコパス言動と呼ばれるものについて下級生娘役や同期は随分前から把握していたのではと言われています。文春が報じた記事がデマだとしたら名誉毀損ですし、関係者の知り合いがいて証言が得られればいいのですが、そうではないので天色さんについて情報提供をしている人を探してみました。するとこの報道が出る前の時期に書かれた文春とシチュエーションが一致する投稿が見つかり、そこには芝居がどう見た目がどうとかの問題じゃなく、性格が普通に無理、個人的に少し劇団の生徒さんと関わりあるんだけど、天色さんはサイコパスだって下級生娘役みんな言ってる、特に若手の可愛い目立ってきた子とかがホットビューラー使って下級生にやけどさせた等々の話知って、生理的に無理になりました。ジュリちゃん信じてたファンの方とかすみません、でも好き嫌いなら完全に嫌い。この内容が書き込まれたのは11月1月、時期的にはアリアさんが被害に遭った後、それが噂になったりして伝わったとしてもおかしくない時期です。その他にも同じく宝塚空組の高戸千明さんが、気になる下級生はという質問に笑顔が素敵なアリア・キーちゃんが気になると発言していたことに嫉妬し、アリアさんのおでこに火傷をさせ、ショックで舞台の上で失敗してやっぱり天色ミネリの方が上手ねと観客や劇団内部の評価を上げたかったからとの憶測もあります。皆さんいかがでしたか。宝塚歌劇団は今まで何か起こるたびしっかりと調査せず発表もせず事実無根を主張し、深刻な事実を隠蔽し続けてきました。その結果アリアさんはこの世を去ることになってしまったのです。誰を頼ればいいのか、味方がいないことにアリアさんは苦しんできたことでしょう。ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。